ムー大陸の一ムー大陸とは、かつて太平洋の南中央部に存在したが、天変地異により水没したと一部の研究者が主張していた空想上の大陸。現在では複数の海底探査結果により、ムー大陸の存在は学術的に否定されている。ジェームズ・チャーチ・ワードの著作によると、ムー大陸は約12000年前まで、 太平洋上に存在したという東西 7000km、南北 5000km にもなる大陸で、現在のハワイ諸島やマリアナ諸島、イースター島など、南太平洋上に点在する島々が、陸続きになっていたとされる。世界でも類を見ないほど映画な文明を誇ったと、されるが、約12000年前に巨大地震などの天変地異が、起こり、一世にして、ムー大陸は水没したという。 しかし、チャーチワード自身の身分詐称や、ムー大陸を記したとされる一時資料自体にも疑義が持たれるようになり、信憑性が低下。イースター島やポリネシアの島々を、滅亡を逃れたムー大陸の名残であるとする説も、あったが、決定的な証拠となる、遺跡遺物などは存在せず、海底調査でも巨大大陸が壊没したことを示唆する、いかなる証拠も見つかっておらず、 伝説上の大陸であるとされる。ムー大陸が存在した証拠として、イースター島には資源に乏しいにもかかわらず、大規模な石像があることが挙げられることもあったが、かつてのイースター島は森林資源が豊富で、森林伐採の挙句文明が滅んだことが現在では分かっているため、論拠にならない。ディエゴデランダチョ、床端事物記に記載された。 ランダアルファベットマドリード絵文書1862年頃、フランスの聖職者、シャルル・エテン・ヌ・ブラス・スール・ド・ブルブールは、マドリードの王立歴史学会の図書室で、ユカタン司教のディエゴ・デ・ランダ・カルデロンが書き残したユカタン字仏記を発見し、マヤ文字とスペイン語のアルファベットを対象させた表を見出した。ブラス・スールは、ランダアルファベットを使って、トラワの絵文書を、キテ語で解読し、 トラワの絵文書には、ムーと呼ばれる王国が大災害によって陥没した伝説が描かれており、アトランティス伝説と類似性があると1863年に発表した。この論文により、ムーという単語が生まれた。実際のマヤ文字は、標語文字と音説文字が混ざった複雑な体型であり、近年の解読によりこの翻訳が完全に誤りであったことが証明されている。 アメリカ合衆国の政治家、イグネーシャス・ロヨー・ラドニリー、1831年から1901年は、1882年発表のアトランティス大洪水前の世界の中で、ブラッスールによるトロアの英文書の解読を新大陸の文明がアトランティス文明の末裔であることの重要な証拠として引用し、ムー王国の話が有名になった。 また、ジャージー島出身の遺跡写真家として知られる、オーギュストル・プロンジョンも、ランダーアルファベットにより、トラワの絵文書を翻訳し、アトランティス大陸崩壊後に、ムーの女王猛がエジプトに渡り、女神イシスとして、エジプト文明を作ったと主張した。英国陸軍大佐を詐称していたアメリカ合衆国の作家、ジェームズ・チャーチワードによる説。彼は、 失われたムー大陸等の一連の著作で、ムー大陸の環境や文化についても衝述している。一連の著書によれば、かつて太平洋の中央部には、東西7 0 0 0キロメートル南北5 0 0 0キロメートルにも及ぶ巨大なムー大陸があったと主張。大陸に住んでいた人口はおよそ6000万人強、首都ラニブラにある王宮には、 太陽神の化身である帝王ラムーが君臨し、政治や行政、宗教に至るまでのすべてを統治。全文明を支配できるほどの高度な学問と、文化、建築、航海の術を持っており、白人が支配者である超古代文明が繁栄していた。しかし、それが神の怒りを買い、約1万2000年前に巨大地震が発生して、大陸中の火山が噴火し、さらに、 大津波が押し寄せて、ムー大陸は人夜にして海底に沈没したと主張した。チャーチワードによれば、1868年、16歳の時、インドに従軍し、現地のヒンドゥー教の寺院の構想が、寺院の門外不出の年度版、ナーカル秘文を見せてくれたという。それには、ムー大陸の記録が絵文字で彫られていた。 また、ウィリアム・ニーブンなる米国の義士がメキシコで発見したという古代の石板からもナーガルヒ文と同じ絵文字が記されていたという。それらを含めてシズの古代文献を挙げてムー大陸が実在した証拠としている。さらに、チャーチワードは旧約聖書の創世記の物語はムー大陸滅亡の記録であると主張している。しかしチャーチワードはそれら古代文献を翻訳した。 引用文しか発表せず、原点自体は示していない。その古代文献の中には、現在解読されていないイースター島の碑文が含まれている。やがて、チャーチワードの身分差証が発覚すると、ムー大陸の記述があるとされた一時資料自体にも、疑義が持たれるようになり、その信憑性は低下。20世紀後半になって、太平洋の海洋低探査が広く行われると、 ムー大陸の存在を真っ向から否定するデータが次々と出てきた。チャーチワードの時代は太平洋の深海まで潜って海底探査できるだけの科学技術力がまだなく、ムー大陸は皇帝であれ否定であれ証明する手段がなかった。20世紀後半に入ると海底1万メートルの海溝最深部でも潜れる深海探査艇が作られ本格的な海洋艇探査が可能となった。 地中を探るボーリング技術も格段に向上し、深海底のさらに下にある地層掘削までも可能になった。科学技術の発展により太平洋の各海域で探査が行われるようになると太平洋の海底は1億年前や数千万年前からずっと海だったことを示唆するデータが相次いだ。1968から1984年に 太平洋全域で深海堆積物の掘削が行われ、東京大学海洋研究所の小林和夫名誉、教授らが2000兆に及ぶ太平洋海底のサンプルからレアアース泥の分布を調べた結果、南東太平洋では平均総圧が8.0メートル、中央太平洋では平均総圧23.6メートルものレアアース泥が存在することが分かった。 高濃度のレアアース泥は100万年かかっても50センチメートル未満の堆積に過ぎないとされているため8メートルから23メートル堆積した場所は数千万年前から海底であったことが示された。同様に各海域で調べられた中部太平洋の漫画段階の分布も現在の太平洋中央域が数千万年前から海底であったことを示唆するデータであった。 これは日本でも南鳥島の近海で密集した満画段階が発見され海底で長い歳月をかけて形成された海底資源としてニュースになった。海底堆積物のさらに下にある海底地質調査でも数千年前からずっと海底だったことを示すデータが出てきた。もしも沈んだ大陸があれば過工岩質岩石の厚い大陸近くが 海底地質に存在するのだが、各海域で行われた、ボーリンク調査の結果は、玄武岩質岩石の典型的な海洋近くで、大陸の陥没を示す痕跡は確認されなかった。地質の年代測定では、海嶺部分が最も年代が新しく、海嶺から離れるにつれて年代が古くなるという、 プレートテクトニクスの正しさを証明するもので、太平洋中央域については1億4300万年から6500万年前という白亜紀からの海洋近くだったことが判明した。複数の海洋低探査によって、太平洋の海底は1億年前や数千万年前からずっと海だったことが示される。一方、約1万2000年前に突如として、 海に沈んだというムー大陸の痕跡は海底堆積物からも海底地質年代からも見つからなかった。また海洋低探査が証拠となったプレートテクトニクス理論により大陸プレートが海底に没するには数千万年長の長い歳月が必要であることも地球科学におけるコンセンサスとなった。現在までに判明した。 海洋低探査の様々な学術データの統合から、約1万2000年前に、太平洋から突如沈んだとされる、ムー大陸は存在しなかったと考えられている。新地学系の多くの書物において、ムー大陸イコール、レムリア大陸説が主張され、その位置については、太平洋に、ユーラシア大陸と同位の大陸が存在したと解かれる。また、文明の指導者ラムについて言及され、 彼に従った人々は沈没滅亡を免れ、日本人やネイティブアメリカンにつながる祖先になったと説く。詳細はレムリアを参照。1950年代初期から広まった宇宙人とコンタクトしたと主張する予言者や団体による UFO 仰は、新知学的、秘境的伝統の系譜と明らかに似通っており、しばしばムー大陸やアトランティス大陸といった、 沈んだ大陸というアイデアが見られる。宇宙存在、バシャールとチャネルリングしたというダリルアンカは、ムー大陸について詳細に語っているが、内容の大部分は、上記の新地学系と同一である。日本の新宗教には、チャーチワードや竹内文書の影響を受け、ムー大陸は実在し日本人はその子孫であると、考える教団がある。新興系諸教団では、 ムー古代文明の直系とした日本中心主義を唱え、幸福の科学も日本人は、ムーの子孫とし、日本を中心視するが、信仰より、国際主義的である。日本でのムー大陸の紹介記事は1932年8月7日のサンデー毎日の記事、失われた MU 太平洋上秘密の扉を開くを、はじめ、1938年7月の、神日本二巻七号の、 陥没大陸ムー国など多数紹介されていた。現在ではその名が冠された雑誌、ムーの使命でも知られる。出口鬼三郎は、チャーチワードが失われたムー大陸を発表する4年前の1922年に、霊界物語第9巻の創設下で、太平洋の真ん中に、縦が2と700回り横が3100回り公線の、島屋と書いて、太平洋に、 巨大な大陸があったことを発表している。チャーチワードは1931年の著作の中で日本人はムー大陸住民の支配層だった白人の子孫であり、その地をかなり純粋に維持していると述べ日本とムー大陸に接点があることに言及している。1932年に大阪毎日新聞でチャーチワードのムー大陸説が報道されるとムー大陸とは 霊界物語の光線等のことである、と述べている。無大陸が沈没したことも、霊界物語第12巻、第27章で書いている。腰古伝の竹内文章を紹介した1940年10月刊行の、天国東領天皇御系図宝の巻全巻交換で、吹き不長調69大人即別豊かすき天皇の、第二御寄 タミヤラという大陸が陥没したとし、その世界地図が記載されている5月の第日本人納期では4代、アメノミナカヌシの新進光天皇と35代の千足比目不合10代、天日信仰1万国東領天皇の時とする。ただし、ミオい、タミヤラの名称はない。竹内文書では、これらの島では、五色人と王族の黄金人が暮らしていたが、天変地異で沈んだため、 天の岩泉で日本など太平洋の沿岸域に避難したとする。ノアの洪水に代表される世界の大洪水は、この時の、ミヨイ、タミアラの水没の影響としている。なお、この竹内文書自体、明治から大正にかけて、竹内小丸によって創作された儀書と認識されている。チャーチワードの論は、戦時中、日本の起源を世界的な出来事と位置づけたいと、 考える一部の求心的な愛国者の間で支持された。中正寺明や藤沢地下を中木定一などによって天皇家はムーの子孫であり日本人こそムーの政党であるという主張がなされ日本の天皇こそが世界の政党的な支配者であるということまた当時日本が委任統治していたミクロネシアなど南洋支配の正当性を裏付ける根拠の 一つとされたが、国が教育する天皇像や広告士官から大きく逸脱しているため、同じ右翼系論乱からも批判され次第に消滅していった。与那国と海底地形地球物理学者、東京大学名誉教授、竹内人氏は1980年、ムー大陸から来た日本人を発表し、ムー大陸はなかったが、ムー文明はあったのではないかとの説を提示した。 また従来のムー大陸を批判しながらも、アルフレート・ベーゲナーが提唱した大陸移動説やプレートテクトニクス説の知識を援用しながら、この問題に接近した。また、与那国島の海底遺跡を調査している木村正明は、実著でこの海底遺跡と太平洋各地の石像物を結びつけて、ムー文明の痕跡であると主張している。こうした概念は、 日本以外ではむしろパシフィス大陸という空想と結びつけて語られることが多い。いわゆるムー大陸の存在が科学的に否定されたことから、ムー大陸の正体をトンガ大市長国のような海上帝国であるとした合理的解釈も見られる。ただし、上記の通りチャーチワードの主張そのものに問題があり、それをもとに合理的解釈を加えても意味がないとする反論がある。 氷期の終焉による海面上昇によって水没した大陸法とする説。ただこの説によると、チャーチワードの称えた無大陸説とは、一、規模的に相違が大きく、また存在を裏付けるとされる海中遺跡も沿岸部に集中し、その遺跡の信憑性も乏しいことから一般の支持を集めるには至っていない。実際は、ポリネシアの島々は、 大陸が沈んで作られたのではなく、火山活動や珊瑚礁によって作られた。ポリネシアの遺跡は1万年以上前のものではなく、1000年前から数百年前のものである。ドブルブールはカトリック教会の宣教師としてヨーロッパや中南米に赴き、アメリカ大陸原住民の民族学研究をした人物。マヤゴの手書きの文書は、 当時三つ発見されており、トロアの写本はそのうちの一つの半分ほどである。それぞれの日本語題は、ムー大陸の子孫たち、ムー大陸のシンボル、ムー大陸の宇宙科学及びその続編。これら五冊はアメリカで出版された。太平洋の他大西洋でも調査が行われ、どちらにも大陸の大干没による地層の痕跡は発見されなかった。少なくとも、 チャーチワードの説は完全否定。仮にトラワの絵文書の内容も大陸災害ではないと判明した場合、ムー大陸は伝説上の大陸ですらなくなる恐れがある。ありがとうございます。